いや、めちゃめちゃいじめられましたよ。で、やっぱり当時僕もアクション監督やってる時っていうか27歳とかだったんで、27歳ぐらいのやつが何監督だって言ってやってんだよみたいな感じ。当時役者が監督やるっていうことは、監督協会の 70% が生活食えてないのに、役者が俺らの食いっぱしを持っていくっていうことがすごい反感があって、いつも呼んでくれた監督とかが、もうお前だと俺らの仕事の領域に来てんだからさ、使わないよねってなるんだよ、うん、じゃあそれ同じことたけしさんに言うのみたいな。だからあそこからもう何も周りが言わない、うん、アクション監督と監督と何が住み分けというか、アクションの監督さんなんですよ。昔は立石って言って盾をつけてるだけだったんですよね、うん、で要はな、じゃあアクション監督と立石の違いっていうのは、本当に編集も全部するし、撮影も自分でカット割りも全部決めるっていう、本当にその場の監督をするっていうの で意外に監督でカット割りする監督も昔はいなかったんですよ。監督が、うん、カメラマンの方がカット割りしてたんですよ、はい。でアクションガンドがカット割りするってなると、まあ、当時僕とか下村雄二とかはやっぱりカメラマンとしょっちゅう喧嘩ですよね。いや、なんでお前ね、アクション監督知らないけど、なんだよ、なんでお前のカット割り決めんだみたいな。結構本当に戦ってっていう時代でしたね。映画はやっぱさ、カメラマンと監督も立て師に慣れてるから、どんどんお前が勝手に撮って編集してきたもん俺に持ってくんのって、はい、それ知らない、そういうもんでって、いや見るじゃん、ちょっと違うねとかさ、うん、わざとな撮り直しとか、戦いが、うん、いや、めちゃめちゃいじめられましたよ。でやっぱり当時僕もアクション監督やってる時っていうか、27歳とかだったんで、27歳ぐらいのやつが何監督だって言ってやってんだよみたいな感じで、立石の世界はもっと年配で、うん、なあ、ウニさんとかいっぱいいたからな、はい、あの辺からは叩かれるよな。レモンサワーください。はい、けどある一定まで行ってアクション監督っていうものが認知されるようになって、うん、けど今度はやっぱり昔から盾とかやってる方に、いや、お前たちの世代で俺たちの仕事なくなったんだって散々怒られたりもしましたし、まあその今ではね、アクション監督って意外にもう普通になってるんですけど、うん、当時は結構大変でしたね。俺の監督っていうのも、当時役者が監督やるっていうことは、監督協会の 70% が生活食えてないのに、役者が俺らの食いっぱしを持っていくっていうことがすごい反感があって、いつも呼んでくれた監督とかが、もうお前だと俺らの仕事の領域に来てんだからさ、使わないよねなるんだ、うん、これ多かった、うんうん、すげえその壁、でかかったし、たけしさんが監督やってからうやむやになった、うんうん、じゃあそれ同じことたけしさんに言うのみたいな、うんうん、だからあそこからもう何も周りが言わない、うん、今やもう関係ないじゃん、今役者監督やってるの当たり前のようにいるじゃんか。そうです、本当に今小沢亜希言ったみたいに、たけしさんが出てきてちょっとまた変わった感じありましたよね、うん、自分も実は監督デビュー作が自分で監督主演やったあの先駆け男塾だったんで、うん、やってたな、はい、あれも大変でしたね。だからけどやっぱりやってくれてた方がいたけど、あの当時でも大変でした、やっぱりいろいろな、はい、言われるからな、はい、閉鎖的だったからね、そうですね、日本は、はい、専門職意識が高い、はい、けどやっぱり今はもうちょっと変わったっすけど、昔はもう殺傷録音とかもう全部そうですけど、怖かったっすよね、うるさい録音でうるさい録音で、俺なんかもう、あ、ね、なんて喋ってんの、お前どこの方言なんだそれとか、もうずっと聞こえてますからね、俺声が若い時もうちょっと高いけど、俺でもお前聞き取りにくいとかって言って、藤田さんそれと一緒やった、藤田さんがボサボサじゃん、はい、藤田さんだって何言ってか分かんないじゃないですか、売れりゃいいんだよ売れないやつをなんで俺が拾わなきゃいけないの
売れないやつは声を出せ面白いですねめっちゃ怒られる俺もうちょっと普通の人よりも行っちゃってるんですよねだからあんまり同じ目線で見てないですよね、はい、だからすごいなと思った人は正直いないですよねやっぱりなんかやっぱりジャンルが違うかなって感じですかねもちろんジャッキー・チェンとか世代で好きなんで、はい、憧れたとかじゃないんですけど、はい、けどやっぱりなんかこういうことを言うと面白いねちょっとなんて言うんだろうな俺、ね、バッドシティで初めてこう幼なぎにお前あのねお前の世代でやれよって言われてやった時とかもなんか幼なぎの戦い方見ててまあ現場で誰よりもまず体張る兄貴の年で階段落ちしてそのままやる人初めて見てなんかまあ、兄貴って言ったら怒られるかもしれないけどこの兄貴がすごい上手い下手とかじゃなくてなんかねあ泥臭くてかっこいい人ってのアクションってちょっと俺好きだなとは思いましたね俺はできないと思ったんです、うん、兄貴の年齢の時に階段落ちしてそのままやるようなでだなんか誰よりも体張ってる姿見てるとちょっと俺もなんか兄貴の年齢になった時に弱音吐いちゃいけねえなとか思ったりなんか普通にかっこいいなと思ったのが逆に言うとバトシーで小沢の兄貴見たのは結構強かったですね俺にとっちゃバトシーはさタクも含めてさ周りまあ安川で言えばさ一番言ってるけどこう、まあ、身元は戦わないけど、はい、動けるやつが全員いるわけじゃんもう絡んだアクションやるってことがもう毎日がなんだろういい年越えてるのに新しいなんかおもちゃでさめっちゃ子供でワクワクしてるわけ普通さあの監督お前にとって廊下戦う時にさたくさんあの段取りない方が生き生きするんでじゃあここはフリーでっつって俺も現場でなかなかさフリーってしかも相手ナイフ持ってるのに初めて聞いたほんで聞いた瞬間笑ったけどいやまあどうでもいいやなんかめっちゃ面白そうってついていけっかなとか思いながら、うん、それがついていこうと思ったんじゃなく隙あれば絶対フリーだろってタクぶん殴ってやろうと思ってるのにこっち避けるしよだからそれがなんかめっちゃ面白いわけ、うんまあ、こっちも早いからさ下避けてる上来るからさやってるうちに速さが慣れてくるとなんとなくこうまあ多少は手加減してくれてんだろうけどでもあれもいいなってすげえ俺楽しいなあのと山でも、うん監督がフリーでっつって言って、はい、山が俺を殺すって、はい、マジに殴りに行って、はいはい、面白いですよねアクさんが好きな作品とかってありました？映画ですか？はい、まあ、ドラマでも映画でもいいですけど映像作品アニメが好きでそうなんですか、はい、あの押井守さんのパトレーバーとか、はいうるせえやつらのテレビシリーズとかが好きで見てましたね、もちろんやっぱこの職業してるんで映画はもうめちゃくちゃ見てるんでそれは見てるんですけどあとやっぱりけどちょっと僕の世代ってタランティーノが好きな人の世代が多かったんですよ出始めな、はい、今なんかどうなっちゃったみたいな感じだけどさ、ね、だからちょっとタランティーノを好きだっていうのやめてましたねだからみんなタランティーノっていう時代だったんでちょっと、そうねでもさレザーバードックスとパルプフィクション最高でしたよね以降ないよ俺いいなと思ったらあんまないよ、うん、意外になんかかしこまった映画っていうよりも B 級映画のが好きですね、うん、なんか B 級の方が好きバカバカしいっていうか、うん、本当にポップコーン食べながら何も考えなくてもいいような映画が好き、ね、そうだってそういうのが映画で言うと町中華みたいな、うん、あ本当ですよ町なんか清掃してレストランに行って、はい、フォークとナイフの使い方、はい、自信のないとこ行きたくないんだ、はい、町中華映画がいいですねだから、うん、結構好きですねちょうど俺なうちさなんかこれタクにやろうと思って、はい、お前武器好きだからこれあげるあこれできるだろバタフライああ、すごいかっこいいですねピッピッて開けてみるお千の切りいいだろこれ。ああ、これ千なら捕まんない。あ、これ捕まんないさ。そうそう。ビンビール、千の切りないのってピッピッってやって、はい、コーンってこう。はい。
ああ、いや、バタフライナイフって小指にかけるあれがあるんで、それが最初こうなった時になかったんですよ。いや、で兄貴今開けてみんって言って、いや開けれるんだけど小指どこにかけるのと思ったら、これ両方できるんですよね。昔のはないよ、小指かけるところなんて。はい、練習するとよく切ってたもん。そうか、両刃が多かった俺らの時代。そうなんですね。僕の練習の片刃でした。片刃じゃん、はい、両刃だから、一、はい、回ここでぶつかるじゃん、一回もっくん切んの。あ、本当ですか。だからこう当てない、うん、やり方をさ、片刃になった時は楽よ。あの最初の一発目で向きがどっちかによって切ることになるから、それさえ間違いなきゃ切れない、はい、俺もらったんだけど栓抜きいいなと思って。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよこれ。いいだろう。これバタフライナイフの面白いとこなんですけど、実際あのバタフライナイフを使うと切って、これカッコつけてこうやると思うじゃないですか、じゃなくてここの払いでもう一回いけるんですよね。一発殴れるんですよね。払って殴って、そのナイフにして突き刺すっていう。でもその払った時に顔面バーンってやったら跳ね返ってきて、指挟んで切れていってとかないの、はい、ああ、それもあるんです。あの、ヌンチャクがそうなんですよね。ヌンチャクって、思いっきり殴ったら絶対また帰ってくるよ。そうなんですよ。だからあれは計算してやらないんです。戦えないもそうなんですよね。ああ、全部計算してやらないと、今僕戦闘術なんで、あのもう全部計算して。この間よ、うちの YouTube で、ね、秋葉の武器庫に、はい、武器商店のとこに行ったね、はい、もうヌンチャクとかいろんなお金の刀とか売ってんだよ、はいはい、でやっぱヌンチャク見た時さ、俺らの時代は木のさ、はい、そうですよね、になってる。はい、してます、してます。あれしかなかったじゃん、はい、こう練習した時ここにあったって骨折したり、はい、いちいち壊れたらこう打ったりするじゃん、はいはい、うん、でもズリーグのモヨドロのブルースリーカーってる時、はい、曲がってるもん、はい、あれ柔らかいやつ使ってるんだもんな。柔らかいやつ使ってるんですよ。あれならどんだけ当たっても痛くねえけど、はい、やっぱ木でどれだけ体をいじめたことが、はい、ヌンチャクだって跳ね返ってくるからな。え、それはあのおさなぎ兄貴あれですか、あのモヨドラゴン見て練習したんですか。違うよ、モヨドロを見て、はい、小学校4年生で見て、はい、空手を習いた。その当時あったのか知らんけど、カンフーとかないの。あ、そうなんですか。空手道場しかないの、はい、で、俺もカズも防衛ドラゴン見て空手道場行ってんのに、はい、みんながなんかこう練習したりすると、はい、あっちゃーとかって言ってるやつがいると、はい、先生が空手にあっちゃーだいすげえ怒られて、で、首出る時はステップ踏んでんだよ、みんな、はい、そうするとバーン足張るとバーンとかやる、はい、そんなのは空手じゃないよお前、はい、もうね、飽き飽きしてるんで、なんで空手やってんのって始めたのってみんな聞くんだし、はい、モヤドラゴンも言いました、はい、みんなモヤドラゴンも言いました、はい、俺の時に、あ、なんか空手が好きでモヤドラゴンって言わなかった。あ、そ、なんか可愛くない兄弟で言ったんですね。あの頃はだって本当に空手しかないと思うよ。あ、そりゃそうですよね。だって流派が割れてるだけで。そうですよね、G 君道って今でこそ習おうとも習えるじゃないですか、うん、僕もあの友達で仲いいあの石井東吾っていうジグのマスターがいたり、うん、けど多分当時確かに空手しかないですよね。ないと思う。少林寺拳法あったんじゃないですか。少林寺はあったと。あったですよね、うん、でもあれは株じゃないじゃん。そうですよね。だから近いのは空手より少林寺だ、うん、でも俺の時に少林寺拳法よりもやっぱり極真館の大山摩擦っていうのがメジャー。はいはい。だけどブルースリーが超有名になってきてきたんだよ、カンフーっていう、はい、カンフーですね。ジークンド、ジークンドはもうちょっと後やろ、はい、その後です、後です。みんなブルースリーのジークンドっていうやつでカンフーって呼んでたんだから、はい、そうですよね。流派が分かんない。そうですよね。僕は少林寺だったんです、初めて習ったのは。 あの少林寺拳法、36歩っていう、あの、あー、あったあった、あった、あの、覚えてないですか。 あの朝ごはん食べに行くのにこう沈むような岩をこう踏んでいってとか、うん、でこうどんどん強くなるみたいな。あと卒業するときに鉄のこう焼けた理由とか、あれずれたら入れ墨にならねえじゃねえか、はい、そうですね。こうやって持ち上げるときもずれますもん、ね、もうずれるやんか、ね、そうですよね。そんなリアルなこと当時から思ってたんですか。そうそうそう、ちょっとあ、そうなんですね。ということでね、はい、本当にあれなんですか、こんな飲んでただ喋るだけのそうだよチャンネルなんですか。そうだよ。ほんとそんなんでいいんですか。いいんですよ。ダグのチャンネルは体を張って何かをやっ
牛丼がお前見たい人とチャンネルしてなんか嬉しいですねなんか普通にプライベートに飲んで話しただけと変わらないんでそうそうだから多分すごい嬉しいですこうやって俺らもカメラ意識しないじゃん、はい、地上波と違ってさ、はいはい、そういう話を聞けるからみんな楽しいじゃん。あ、そうなんですね。なんかだってもううちのチャンネルは、うん、俺兄貴がやったあのビーバップの、うん、あのヨネジでしたっけ、ヘビジだ、ヘビジ、ヘビジ、ヘビジから前からして、はい、お前ちょっと待って、あのヨネジってどこのジジイそうですよね、ヨネジじゃないですよね男はゼロやるとかに出てきそうじゃねえよそうですねおかしいやろ。まあタクチャンネルでもはい、きっとビーバップ対談、山田利光と、ヘビジ、ヘビジですよね。対決はしないけど対談ですよ、はい、対談ですね、はい、ちょっと、うん、楽しみに、うん、あのアンキーのチャンネルの方でねビーバップ対談ねすごく数字取ってたんで、なぜかうちのチャンネルでやるっていうねそういうね、はい、ことを考えるとなかなかいかなかったりするのよ。けど本当にこれは本当ありがとうございます。すげえ大切します。全然かっこいいですよね。別個ってなかなかないよ、ね、はい、嬉しいです。大切にいただきます。はい、ということで、はい、今日は坂口拓さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。